中村智也ら、石原さとみ出産後初映画、ミッシング、キャスト発表。女優の石原さとみが主演を務める映画、ミッシング、2024年公開予定のキャストが発表され、俳優の中村智也らが出演することが分かった。石原さとみ主演、ミッシング。2022年の出産後、1年9ヶ月ぶりの芝居に臨んだ石原が主演を務め、空白、2021、姫アノ、ル、2016の吉田圭介、吉は正式には、土吉がオリジナル脚本でメガホンを取った本作。とある町で起きた幼女の失踪事件を舞台に、母、沙織、石原があらゆる手を尽くし、世の中にすがり続ける物語。常に観客に衝撃を与え、想像力を刺激する作品を発表し続ける。だが、雑音あふれる世の中で生きる人々が抱える問題をえぐり出し、失ってしまった大切なものを取り戻していく人々の姿をリアルにかつ繊細に描いた感動作。出産を経て母となった石原が、今だからできる、と語り、これまでのイメージを一新させる。中村智也、青木宗隆らキャスト発表。娘が失踪した家族の取材を真摯に続ける地元テレビ局の記者、砂田役に中村。妻、沙織との温度差から夫婦喧嘩が絶えなくなる夫、豊役に青木宗隆。心が見えなく何を考えているのかわからない怪しげな沙織の弟、敬語役に森優作。キー局を受けるも全滅してローカル局に入社した新人記者で砂田の後輩、三谷役に小野花凛。ひょうひょうとした態度で取材中も緊張感がないカメラマン、不破役に細川岳が決定。中村は、理想と現実を同じ地平に存在させることは難しい。そんな一筋縄ではいかないもどかしさを乗せて、砂田という役を演じました、と本作での撮影を振り返り、この作品でそっと置かれている、人間の美しさが私は好きです、とコメント。青木は、この夫婦に、これからも希望の光が差し続けますように、撮影が終わり、役柄から離れても、そう願っている自分がいます、と演じた役柄への熱い思いを語り、この映画が人の心に優しく寄り添えるものになってほしいです、と伝えた。森は、いろんな情報が錯綜している社会で、日々、個人の価値観が揺らぎ、知らず知らずのうちに、物事に対する白黒を簡単につけすぎているのではないか、と感じます。その色と色の狭間には何があるのか、この作品は懸命に見つめています、と作品を語り、自分が演じた土井圭吾は、今もずっと心にいます、と役に対する思いも。小野は、目を背けたくなるけど目が離せない。そんな石原さとみさんの佇まいと作品のエネルギーに圧倒されました。作品の一部に慣れて幸せでした、とコメントした。そして細川は、美しい、と思う瞬間が何度もあった。そういう瞬間にこそ自分勝手な日常から立ち止まることができるし、人を思うことができるのではないかと感じさせられた。実際そうだと思った、と言い、強さとは何だろうか、強くないといけないのだろうか。喪失の先にある未来に光があると信じたい、と思いを寄せた。その他、失踪してしまう沙織の娘、美和役に有田レミ。砂田の上司でテレビ局の番組デスクを演じるのは小松和重。沙織の弟、圭吾の職場の先輩役に加藤慎介。砂田の後輩記者、駒井役に山本直弘。失踪事件の担当刑事、村岡役に柳幽霊。沙織と圭吾の母親役に美穂純が出演する。ストーリー。とある町で起きた幼女の失踪事件、あらゆる手を尽くすも、見つからないまま3ヶ月が過ぎていた。
娘、2羽の帰りを待ち続けるも少しずつ世間の関心が薄れていくことに焦る母、沙織は、夫、豊との温度差から、夫婦喧嘩が絶えない。唯一取材を続けてくれる地元テレビ局の記者、砂田を頼る日々だった。そんな中、娘の失踪時、沙織が推しのアイドルのライブに足を運んでいたことが知られると、ネット上で、育児放棄の母、と誹謗中傷の標的となってしまう。世の中に溢れる欺瞞や好奇の目にさらされ続けたことで沙織の言動は次第に過剰になり、いつしかメディアが求める、悲劇の母、を演じてしまうほど、心をなくしていく。一方、砂田には局上層部の意向で視聴率獲得のために、沙織や、沙織の弟、圭吾に対する世間の関心を煽るような取材の指示が下ってしまう。それでも沙織は、ただただ、娘に会いたい、という一心で、世の中にすがり続ける。